さあ、というわけで、いけるようになりました。おまけさんが真空ジェシカの動画いいねしてたの、パーティーちゃん効果ですよね。そうだよ。真空ジェシカ川北が、ね、ラビットの撮影後にね、なんか、いろいろごちゃごちゃ言って、最後にパーティーちゃんポーズ、ああ、パーティーちゃん、それパーティーちゃん、ガクが言ってる。ああ、それパーティーちゃん。で、最後に、マーゴメ。マーゴメが出ちゃった。え、やべ。イライトの出し方わかんない。なんという魅力。おじいちゃん。勝者隊、勝者隊、ポケモンしかばりで手伝ってくれ。村に人が増えて建築隊を追いずわし、人手が圧倒的に足りんポケモンの手も借りたいくらいでな。即戦力になるポケモン探しに来たら、攻撃でたくましいポケモン見つけたのだ。攻撃を何とかして自分の手で仲間にしたい。だがあれほど強さのポケモンどう捕まるのか、カーム君とか使う。まずは攻撃知りたいで完成した図鑑を見せてくれ。自分で調べろ。生意気言うな。若造が。おい、あそこにいるじゃねえか。行けよ、自分で。行って、ちょ、行った、あ、行った、待って。揺れたの。の、揺れたで、アリンス。おいらん突如。いや、話何も聞いてないからさ。イダイトの出し方わかんねえ。もののけ、ゲーム実況あるある。読むのに必死すぎて。何にも覚えてない。溺れかけるか、怪しいで海に突っ込むようになる。なるほど。ほら。ほんとやー。笛なんだったん？え、笛なんだったんすか？うわぁ、ちょっとー、なんかつけてるし、イダイトに無断で乗りやすいように。イダイトに言ったかそれ、おい。清高。ちょ、つけるよ、ごめんっつって。何で固定されてんの？ちなみに。ちなみにですけど。イダイトの頭にボルトとか打つなよ。絶対。かわいそうにイダイト。どうやって固定してんのかって教えろ、それを。清高。ひどすぎるね。倫理観バグってやがる。なんかあるよ。あらあら。ウィースポーツリゾート？これ。ウィースポーツリゾートやってるっけ？ここは渡れるのか。チャンバラしようって。ウィースポーツリゾートじゃねえか、じゃあ。正式に。なんだか活動の幅が広がって楽しくなっちゃったね。何かわいい。こっち見てる。くらえ。何こいつ。こいつかわいいんですけど。寄ってきた笑顔で。癒されるな、このエリア。みんな心になんか、ダメージ負ったらここよくか。めっちゃ癒されるじゃん、ここ。ほら、乱獲し放題だし。乱獲しても誰も文句言わないしね。おい、下手くそが。傾向を、傾向を。ちょ、才能ないよ。主人公さん。何横目、おい、楽しむなよ、こら。まずは、イダイトにごめんなさいだろ。頭蓋骨にボルトで穴開けてごめんねだろうか。何横見て、おい、楽しむな、海を。ごめんなさい、しろ。イダイトの頭蓋骨にボルトでこんななんか乗りやすいやつ、座椅子固定してごめんなさい、言え、それを。よく来れば、怪ししにも固定してるよ。怪ししはいいよね、銅ベルト型だから。銅にベルトで巻いてんだから。怪ししはまだいいよ。ね。怪ししの骨には何の異常もないんだから。こら。倫理観バグってんな。イダイト懐広いね。ねえ。ヨガヨなら訴訟ですよ、イダイトが。ねえ。法廷で会いましょう、つって。で、法廷にイダイトが来て、乾きすぎて死んじゃうんだから、イダイト。かわいそうだね。住んでるだから、イダイトが。すでに。泣き寝入りですわ。行きましょう。火吹島です。これ火吹島ってことは何？その、どっから来た君は。これはあれか。ねえ。なんか火山特有のやつ。ふう、火吹島、汗ばむというか、暑いですね。しかし幽霊と野党というもの、妙な組み合わせといいますか。申し訳ないのですが、清高さん、ナンバラです。先導してもらえると、ありがたいとか思ったりして。今頃どんな目に遭ってるか。何ですか、パーティーグッズみたいな色合いの。なんか見つかりました。あいつ目いいな。モンスターボールいっぱいなくなっちゃった。ちょっと
てめえを捕まえるわ。走れ走れ、基本的になんかすぐ殴られるよね。なんかそういう、なんかトラブルに巻き込まれがちな性格なんだ、ね、てか見た目が。昔から。あの、友達とかでこう、なんか4人ぐらいで悪さして、走れ走れだけは怒られる。あら？祭壇があるよ。あ、待って。かって。う、あ、バウアウ。やめるんだ。お邪魔虫。出たな、お邪魔虫。マジでお邪魔虫って言ってた、今。今俺何も考えずに、ね、パンマンの感じで言ったの、今。ね、パンマンの感じで言ったら、実際にこの、リーダー格ですが、お邪魔、出たな、お邪魔虫。言ってた。日曜朝でしたっけ、今。やっちまいな、雪の王って。酷なことすんなよ、この火山の。火山のど真ん中だぞ。酷すぎるって。なんで雪の王出してる？かわいそうだろ。バテちゃうよ。かっこいい。赤ちゃんかっこいい。ちょ、待って。赤ちゃん。ねえ、ちょっとあんた。そ、首の何それ。ライブになったらライブになったらすごい、全然いつもなんかぼーっとしてる感じなのに、ライブになったら人が違うようだね。赤ちゃん。かっこいい。いいな、赤ちゃん。やれるか。かっこいい。かっちょええ、赤ちゃん。音楽性だけでここまで来たんだ。なぜ敗北するのよ。雪の王を出したからだ。火山が熱いからさ、雪の王も本調子じゃなかったの。つまり手加減してやったってことなの。分かってんのかい。アネジャだけだな、だけどな。アネジャだけどな、雪の王を戦わせたの。池ドグロック、毒まみれにしてやりな。そういうツッコミってこっちでやるからさ、ね。そういうなんか、なんだろう、メタ的なツッコミは、こちらでやるんで、仕込まないでください、プログラム上に。行け、赤ちゃん！非道すぎるって。やってること。では、まあ、引き続き火炎放射で。うわぁ、本番に強いなぁ、赤ちゃん。本番に強い！言ったよね。あって、関東勝った、さあ、連戦です。おっと、サイドン、これは赤ちゃん、分が悪いか。赤ちゃんに打点がある技があるかな。さあ、お相手のサイドン。赤ちゃん、いけるか。ええ、問題ありません。問題ないってさ、赤ちゃん。さあ、一発耐えれば勝てるよ。一発耐えれば勝てるけど、やばいかな。どうだろうか。赤ちゃん、赤ちゃん。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。なんか2発食らったー。赤ちゃーん。最悪です。ポケモン勝負にあっていいの？そんな不正。不正がひどいわ、このゲーム。ボーカルのケツはドラムが拭うんで。いや、まあね。走れ走れが走っちゃったせいじゃない、ドラム。てか、ドラムとしてはダメだよね、このネーミング。走ったら一番ダメなんだから、こいつが。よーし。うん。うわぁ、経験値いいなぁ。ば、ね、ぇ、う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 、あ、くぬん。くぬんじゃないか。ちょ、だ、ば、ば、う、くぬん。くぬん、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 
くぬん。くぬん。くぬん。なんだ。ああ。うわあ。進化前の方がくぬん。くぬんくぬんくぬん。くぬん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 。くぬん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 。くぬんくぬん。くぬん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 。くぬん。あら。あららら。あらら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 。近い。うわぁ、浴びちゃったよ。表面コーティングされちゃった。蜂蜜で。あら、大きくなったね、随分と。くぬん？くぬん。くぬん！くぬん！やばい。くぬん。くぬん。くぬん。ああ、もう、さっきまで有頂天気分だったのに、元おちびちゃんのせいで台無し。妹たち、逃げるよ。命あってのものなでだからね。くぬん。くぬん、くぬん。くぬん、くぬん、くぬん。パーティーじゃん。ガーディ、いや、変にどうするの？名前つけてやれよ。私はあの子の世話をするキャプテンとしてあの子を守ります。全力で、なんか楽しそうですね。ナンバラ様、荒ぶるウィンディを沈めるには。沈め玉だよ。西岡澄子。沈める玉はどこのドイツだい？沈め玉だよ。カイ、どうしたんですか？私だって真珠団の長だよ、ガラナちゃん。対等なの？そこの二人は。先輩じゃない、ガラナの方が。さっきは流しましたが、その呼び方をおよしなさい。そういうツッコミはこっちでやるから。そういうツッコミはさ、僕がツッコんだと同じこと言うのやめてくんないかな。このゲームいっぱいあったけど、そういうこと。めちゃくちゃ多いけど。神凪の笛でポケモン呼び。広大な翡翠のどこにでも行く。だから、オサに選ばれたのでしたね。アラブルキングについてちょっとは詳しいのよ。特殊な技術でポケモンの鉱物を沈め玉と称して投げるんだよ。ねえ、清高さん。ナンバラです。くぬん、くぬんくぬんくぬん。くぬん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 。さすがススキ様。手際の良いこと、沈め玉とやらを作れますね。くぬんくぬんくぬん。もうこの場で作るの？早。すすき話早。ガーディを。ちょっと待って、あ、これどうせ回復してくれるな。落ち着かせようって話だね。くぬ。行きましょう。では、清高さなんちゃんです。キングとなったにもかかわらず、荒ぶり苦しむウィンディを。よろしくお願いいたします。名前つけてやれ。気をつけて。先代のウィンディは立ち止まって光を集めた後に強烈な攻撃を繰り出していたよ。回避してる間は技を食らないからね。オーケー。でっけ。でっけ。こんなでかかった。よし。足はちょっと狭いな。さあ、敵のブレスに気をつけましょう。ホワイトブレス。ヘイ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 。ヘイヘイ。これちょっと、固定したいの、固定。あ、痛え。ずっとこいつをさ、画面中央に向き続ける方法ないんかね。で、大体あんの、こういう。大体あんのね。このゲーム。
もう。来た。あぶ。誰でしょう。やべ、体口出ちゃったー。体口が出ちゃったよー。僕ですか？おめえじゃねえよ、絶対。知らんやつー。よし。ナイス。水の波動だ。いいじゃん、いいじゃん。結構頑張ってんじゃん。知らんやつ。うん。ありがとな、知らんやつ。まあ、タイプ相性的には、まあ、走れ走れですかね。なんか、ちょっと後輩感出てるな。今日の走れ走れ。はい、ナイスー。オッケー。ペン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 と。あー、気持ちがいい。気持ちいい、気持ちいい。気持ちいいよー。はい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 。まとってるまとってる。やばい、逃げ場ない、ここ。ペン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 。いった！しまったね。ちょっと、炎の渦やばいって。ちょ、これカメラワークむずいって。いや、これやばい、この炎の渦やばい。ヒューズ。ヒューズのウルトが。ねえ、これカメラワークがさ、ずっとこいつモンスターハンターだったら、一回 L 押したらば、いたー、これやばい。ペン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 。ほらもう、やばい、こいつ、ねえ、これなんとかしてよ！ねえ、いけない！これもう何？あ、詰んだかもしんない。みんな、ありがとう。うわあ！そんな卑劣なことするなよ。よし。ペンペンペンと。オッケー。あれ、最悪じゃない今のやつ。ハメ技じゃないか。回避不能じゃん、あんな。よかったー。リスナーさんに無様なとこを見せるとこでした。ウィンディから、お、火のタンプレート。来た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 。裂け目の先に一体何があるのです？くぬ？お、何の声だ？なんだこれ。え？ウィンディの鳴き声が2匹分？おいおい。手違いが起きてるって。手違い、あれ？気のせい。尿検査しようか。尿検査。グーリー。いや、シマキング。グーリー。あなたと私、それぞれの役割に従うため、離れて暮らすことになります。悲しいこと言うなよ。くぬん。ほら、悲しがってる。大丈夫よ。あなたは強いもの。私なんかより。はるか、くぬん。悲しがってるじゃないかい。ちょいちょい会いに来いよ、ガラナ。キングとキャプテン、それぞれの役割を果たしましょう。行きなさい。キング。友情が芽生えてるね。美しいね。宣伝のウィンディの鳴き声が聞こえた気がしたのは、僕だけですかね。スースキ様だけですよ、異常者が。早く帰りなさい、異常者が。もう私の視界から消えなさい、異常者が。言い過ぎです。やめてください。僕は怖がりですので、幽霊の鳴き声を聞くなんて。おびえさせてごめんなさい、異常者が。私にもちゃんと聞こえてましたよ、潜在キングの異常者が。きっと異常者が。帰りなさい、異常者が。清高様なんちゃです。キングになったあの子を沈めてくださり、心より感謝申し上げます。あと、押し付けちゃいますが、あちらの世話もお願いしますね。いつもそう。いつもそうです。我々の定めでしょう。では行きましょう、鈴木様。
くぬくぬ。なんちゃん、私は見ているだけだったね。ギリーをキングにできない、ガラナはキャプテンにふさわしくない。新時代の皆がそう言うから特訓でもさせてはどうかと進言してガラナちゃんに叱られたことは、あの子は目の前で親が死んでいたところに心に後悔ってつつそう言われて何？感情入りすぎて聞こえなかったぜ。しかもシューキングとってあらぼろで撤退したものがちょっとあんた。そんなことないよ。怒ってたって沈め玉作ったってあぶんだ。何言ってんの、ね、私は若くしてお直さになって信じてはどうしたとかもない。それゆえ古くさいとかじゃおかしくなって。何を言ってるんだ。ずっと感情が入りすぎて何も伝わってこないんだぜ。またポケモンを戦わせて相棒と共に戦うことで、あなたは力を得て私の世界を広げるから。ただじゃあまた教えてくれた後で言わないと。俺、それにススキ、ウジとの関係も聞き出さないと。やっぱ付き合ってんだ、あの二人。いや、その、そういう設定はこっちでちゃんと作り上げるんで、ね、この二人できてんじゃねえかとか言って、実際できてるパターンやめてくんない？ね。その、本来何もないところに生み出していくスタイルを、運営様がどんどん潰していってるんですよね。雨降ってるし。積乱雲が発達してできてんのが実際ガラナとススキが。こら